YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、まじまじピュアーズです。みんな、もうまじまじピュアーズは知っているかな。テレビ東京系で毎週日曜朝9時から、 BS ジャパンで毎週火曜夕方5時から放送されています。まだ見てないってお友達でも大丈夫、これを見れば私たちの活躍も丸わかり。じゃあいくよ、せーの、まじまじマジカル。これからも魔法戦士まじまじピュアーズの応援よろしくね。きらめく魔法でピュアライズ、魔法戦士まじまじピュアーズ。主役は3人の女の子、明るく夢いっぱい愛のモーカ、勉強が得意な白雪凛、運動ならお任せ花森美月。魔法戦士3人はマジマジピュアーズ、マジマジピュアーズに変身。きらめく魔法でピュアライズ。魔法界の妖精マクニャンや魔法に詳しいティアラさんの助けを借りながら悪者に立ち向かっていくの。その悪者というのがこの邪魔男爵とその手下。無理だろう、無駄子やで。ダメだぞってか。その名も邪魔邪魔だ。邪魔邪魔団は諦めストーンという意思で夢を持つ人を怪人諦めストに変えてしまう。よし行こうか。物語の始まりは入学式。桃香は不思議なものを見ちゃったの。突然現れた2人の少女、マジマジマジカル。謎の呪文を唱えると何かを手に取り消えていった。一体誰なの。放課後、妖精モコニャンに連れられジュエルショップにやってきたモモカ。ショップの店長ティアラさんから渡されたのは、これかわいい、魔法のアイテム魔女カポルテ。魔女カポルテは魔法のアイテムなの。魔女カポルテを手にモモカはクラスメートが通うバレエ教室を見学。ところが邪魔邪魔だ。悪者邪魔邪魔団がバレエ教室の先生を生徒の夢を奪う諦めストにしてしまったの。無理よ無理、無理無理な。諦めスト無理無理な。アンドゥドア、無理無理、アンドゥドア。そこに現れたのはクラスメイトのリンとミツキ。オープンザ魔女カワールド。魔女化ステージスタート。2人は魔女化ポルテを使って変身。これはモモカが入学式で見た少女たち。そう、2人は魔法戦士マジマジョピュアースだったの。フローズンサファイアリン。私は後やで。私を倒すなんてプリプリーナー。今だよ。
ジマジョマジカル。5時から放送中。さあみんなで、きらめく魔法でピュアライ。